制服の私はモデルとしてモデルのモデルとしてモデルとしてあれだったんですけどそうモデル藤園だって。 そうなんかさ最近なんか換気扇をねなんかお風呂のやつと洗面所となんかキッチンのところにあるんですけどだからまあ3つあるんですけど換気扇が近くにねでそれでなんかね私その台所のやつを最近ずっとつけてるのなんか一番ちっちゃいみたいな弱みたいなやつで,でそれでつけててプラスお風呂も洗面所もみたいなやってたらなんかねドアがね勝手にポンって開いたりするのねそう。 なんかそれがさ1人で出るときにビクッてして「え何?」と思ってて、ね、それ結構ね何回かあったなんかちょっとだけ開けてたりしたらポッて開いたりとかちょっとだけ開いてたりしたらポンって閉まったりとかねなんか窓をドアとか窓とかをどっかを開けた瞬間にポンってななんだろうな閉まったりとかするんですよそうそうだからえそう弱ってはないのめっちゃ新しいからさそう空気の流れで多分そうなってて。 最近ポンと開いたりするからさ一人でいる時とか怖いのえっとて思うけどああ換気扇かーとって思います換気扇かーっていうか換気扇のせいかみたいなそうなんか今まではキッチンのやつとかをやあのピッてやってなかったりしてたのねだけど最近ずっと全部の換気扇つけてるからさそう寒いからさ窓を開けたくないなと思って換気扇してたら換気されるのかなと思って換気扇を全部フル回転させてるんですけど それでたまにポンと開いたりするからめっちゃ怖いそう多分風の通り道がなくなってさなくなってんのか追いすぎるのかそうなんか今日はなんかセルフプロデュースみたいな感じのなんか家で撮影しないといけないみたいなやつがあったので今日なんかレッスンだったんですけどレッスンが終わって髪の毛巻いてメイクして服もね見てかわいいやつ着て。 そうなんか自分で撮影するみたいなそう今も今も聞こえたポンって鳴ったの聞こえた私だけ今カチャって鳴ったのカチャっていうかなったの聞こえたお風呂と洗面は換気じゃなくて乾燥うん換気です換気扇換気って書いてるセルジュルタンスさんありがとうございますそう 怖くないって感じなのそうなこれ今ピュー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 こんばんはリボン可愛いなってありがとうございます今週末サイン当たってオンラインえう、ー、嬉しい夜中にポンってなるのいや夜中にじゃなくてあの普通なんか時間の問題だと思うんですけど それでポンって,、ね、っンっていうかなんだろうねなんかね久々に今日カラオケ配信してみたいしてみたいというかしようかなと思ってカラオケ配信をねしようと思ったんですけどイヤホンがねここのお家ちなくてこれどうしようかなーと思ってですねそう。 さんありがとうございますそうなんですよイヤホンマイクそうイヤホンマイクないとできなくてイヤホンマイクをさどっかねあったはずなんですよなんかねママがあ待ってハチにかまれたんだっけイヤホンマイク どうだったったたけ忘れちゃったなんかね蜂が結構ね噛んだりするんですよ後ろにスヌーピーそう後ろに、ね、スヌーピーのあれがあるそう、なんかね上に置いてたんだけど上からね落ちちゃってそこに落下したんでそこにもうずっと置いてますそうそうがね結構噛むのよなんかね私たちがいる時なんか家族の前だったらこう噛んだりしないんだけど なんか一人でおル守スの時とか多分寂しくて噛んじゃうんだよね多分朝ね今日カラコン入れてるんですよわたぼうさんありがとうございますそうなんかあとそのあの制服モデルのやつ私がインスタのストーリーに出してるんですけどそこのなんかメンションされてるストーリーがあるんですけどそこのねなんかそこのあの OCSD さんのおされカンパニー o c OSCD さんのインスタに飛んでもらったら分かるんですけどなんかねそこにのストーリーにあのなんだっけあれなんか質問ストーリーみたいなのがなっててそこのね「藤津のれいちゃん」って。 いいてもららえたら嬉しいですなんか「これは誰でしょう?」みたいになってるんで「ああこの子のファンたくさん書いてくれてると思ったらねまたお仕事をねいただけるかもしれないまたモデルをね採用させてい頂き採用してくださるかもしれないので是非してみて なんかねこれはキリンえあのキリン描いてる時さ休憩時間だったからさスタッフさんと遊んで一緒に描いてたんだけどまさかあれ描いてるところ撮られてると思ってなくてさびっくりした <laughs> 取撮られてたのと思って休憩って言ったじゃんと思って <laughs> そうあれキリンですよ正解あ言っていいのかなキリンですあれはキリンを描いておりましたです 今後はどんえで,でもさなんか最近モデルのお仕事をさポップティーンとこのなんだ制服のやつをさせていただいてるんですけどなんかやっぱアイドルと違ってアイドルのポーズとかと全然違うしあとなんかモデルのお仕事の時ってなんか結構自然体でこう動いてこうなんだろうね自分がこう動いてる時にパシャ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 ,パシャってこういっぱい撮られたりとか。 したりとかあとなんか服装によってはあんまり足広げない方がいいのかなとかあと胸元をね気にしたりしないといけないとかなんだろうなぁなんかそのお洋服をどうやって目立たせるかとか難しいなぁと思いますねほぼすっぴんあの制服のやつはあのねファンデーションっていうかねなんかファンデーションの前に下地っていうのをするんだけど保湿効果のそれとあとはなんかちょっと赤みがあるとこをポンポンってして あと口紅もね、なんかね塗らなくてなんか薬用リップみたいな <laughs> 乾燥しちゃいけないから薬用リップみたいなやつにほんとになんかもう薄いもう塗ってるのか塗ってるのか塗ってるのか塗ってないのかわからない薄いねあの口紅をポンポンって塗ってもうチークとかこういうハイライトとか全部せずにとか目は何も塗らずにねあと眉毛はちょっとあのなんだろうなこう足りないところ。 ちょっと薄いところをピッピッピッて書いてもらってそれだけですだから肌のニキビ隠しと保湿リップと眉毛しか書いてないのあれ目は一切ね涙袋も描いてないしまつ毛も上げてないしマスカラもしてないしこのアイシャドウもしてないのだから本当にすっぴんあれはなんかね肌をただ綺麗にしたって感じですねそう 目をあ目じゃないよ肌をきれいにしたって感じだからねなんかけ結構ね漏れてないっちゃ漏れてないけどまあ、制服の撮影だからねしょうがないです制服の撮影はそんなもんだそうそういうのがまたいいよ本当ですかそうであとねなんか今日 朝からねこうレッスンだったんですけどで昨日もさスカパースプリングフェスあスプリングじゃないクリスマスのやつがあってで夜に帰ってきたからさ洗濯がこうすごい溜まっててで今バスタオルがね一枚もない状態でお風呂をさ入ってもさめっちゃもうハンカチだから昨日は拭いてたのねそうでも髪の毛長いからさやっぱバスタオルないとと思って今日の朝起きて洗濯回してもうまずバスタオルをね今日10。 何枚あれ12345タオル全部でね十分1三枚ぐらいを今日洗濯してで朝干して行ってでレッスン行ってそうでこの撮影物をして自分ででちょっと練習してダンスの練習して今帰ってきてに至ってるんですけどそうで次はお洋服類レッスン着とかでもまだレッスン着は洗わなくてもいけるけどそうでも。 もうね多分乾いてるから、朝干してるからタオル。で乾いてるからそれを取り込んで今ね洗濯機かけてるんですけどそう配信中にピーってなるかも <laughs> 洗濯機回してるから洗濯機回してるんですよそう洗濯機回して洗濯機回してるんですよでももうね柔軟剤がなくてでもなんか柔軟剤入り洗剤 柔軟剤入り洗剤みたいなやつをママが買っててでそのなんかさ柔軟剤入り洗剤だからさ柔軟剤なくてもいいのかなと思ったけどなんか横になんかビーズのやつビーズのなんかピンクの丸いやつちっちゃいなんかビーズみたいなやつがあってえそれも入れんのかなと思ってそのビーズのやつがねないの。 もうねないあとね2回分ぐらいしかないから買いに行かないとであと洗剤もねあと3回分だけどまあ多分あと23回くらいだからまあ洗剤は買わなくていいかなママに買ってもらいますそう買わないといけないんですよそうなんです自分でやるのえそう偉いでしょ そうでもね、自分でやらないとどんどん溜まっていっちゃうからさそうそう今日ねカレー食べましたハッズさんとピョンさんとねカレー食べたレッスン終わってみんなのお腹空すいたねってなってカレー買ったカレー買ったっていうか大好きなカレー屋さんがあってカレーを買いましたなんかね何のやつなんだけどねあったかい時に初めて食べたのなんかいつも食べようと思ったらレッスン呼ばれたりとか なんかスタッフさんと、ね、こう呼ばれたりして話したりし,話してなんか説教とかじゃないんだけどなん何だろうな「これこの仕事出れますか?」とかっていうなんか相談系のやつで呼ばれたりしてご飯買いに行ってそうエレベーター降りたりいつもスタッフさんがいるからそこで呼び止められてあったかいうちに食べたことあんまりないんだけど今日初めて熱々のうちに食べれてね。 <laughs> こんなに美味しいの暑い時と思ってでも暑い時に食べてて3口ぐらい食べたらねまた呼ばれちゃって「レイちゃんいますかレイちゃんと誰々いますか?」ってなって呼ばれて食べれなくなりましたそうでもね何時からこのお仕事でなでかこれがありますみたいなやつが言われててその時間だったかしょうがないんだけどねそうでも初めて暑いのをすね一口でも食べれたから嬉しかったです「小さな幸せ」です タイミング悪いよね本当にタイミング悪いんですよそうあとなんかショールームでそうだから皆さん是非その制服のヤフーニュースさんにもねあの何だろうニュースに取り上げてもらったので嬉しいあと何かね SNS のニュースサイトみたいなのにも取り上げられ取り上げていただけてめっちゃ嬉しかったですあとスカパーどうでしたか なんかさやっぱあんなにさすごい周りのメンバーさんがさすごい方たちじゃないですかだからなんか私絶対なんか立ち位置ずっと後ろなんだろうなと思ったら「クリスマスがいっぱい」の時も前で踊れたしあと「オンリーツレイ」の時も前1列目で踊れたし「ラブ修行」の時も A メロ B メロはずっと前だったし。 あと大声ダイヤモンの時も一列目だったんですねそうだからなんか一列目でも人数が少ないっていうのもあるけどなんかサビを一列目で踊るっていうことがすごく結構半分以上で嬉しかったですあと大声ダイヤモンはね「瞳がうろうろ」のところ <laughs> 歌いました「絶対に君を絶対にうと話はしない絶対に」 絶対にやっっと巡り会えたたんだ超嬉しかったですそうでもね昨日本当に眠くてなんか最近ね朝から夜までレッスンとかすっごいもうね6時とかに起きたりとか6時前とかに起きたりとかもう6時前にね出発しないといけないとか6時ぐらいか6時7時ぐらいに。 出発しないとい,けないとで夜もあのー、なんだろうレッスンが終わるのが早くてもんだろうね振り起こしとか練習とかそれこそスカパーの前のだったからそのスカパーの練習レッスンプラスまたエイトのやつもあって終わったらエイトのやつとエイトの1月のコンサートとスカパーのやつを振り起こしとかやらないといけないってなっててなんかこの短期間にね何だろう 朝からずっと活動してたからさ <laughs> なんか寝る時間があるんだけどなんだろうなんかこう短時間ピッ短時間4時間寝てすぐ行って4時間寝てすぐ行ってとかっていうのはなんか繰り返しててで微妙ないつも寝る時間が違くてそうとかだったからなんかすっごいねなんか疲れがどっと起きて。 なんだっけスカパーの日にねでも体すっごいもうだるくてなんかだるいっていうか疲れのだるさでチョコラ BB すぐに飲んでで京香さんもね疲れてたから私と同じ感じだったからさ私と睡眠時間も似ててプラスエイトもスカパーもってなって一緒に寝てましたソファーで私めっちゃ寝てたこうやって寝てた私ねこうやって寝るんですよあーって口開けてからって。 寝るんですねそれねあの京花さんがね写メ撮ってた写 <laughs> メ写真撮ってましたそうそうなんですよそう,なん,よそうなんか本当は明日明日ですよね24日本当はねマリアさんのそあのマリアさんの生誕祭にね 出演させていただく予定だったんですけどそうそうなんですよそうでもねスケジュールの都合で出演できなくてそうでもすごいいいお知らせのスケジュールの予定でそう皆さんにねなんかいつになるかわかんなくて本当にに何かいつなんだろうなんかね そう、あんまり詳しいことは言えないんですけどいつになるのか分からなくてだから「いつに発表です」とか言えたらねみんな皆さんもなんか「あそうなんだ」ってなれるけどなんか不透明でそうだから皆さんそうでもね配信はしようと思っててそうでもあれですよねなんか 9時ぐらいからできるかな9時半九時半ぐらいから10時9時半から10時とかにしとこうかな怖いから9時半から30分間しようと思いますそうなんかツリーの飾り付け <laughs> ツリーの飾りつけててもあのすっごいおっきい味ないこんぐらいもうなんかねツリーじゃないですなんかね飾りみたいなやつなんかねなんかねだって何て言うんだろうえっとね何て言えばいいんだろうなんかねフランフランとかに売ってる何だろう気持ちクリスマスを今年やりたいと思います宮本さんありがとうございますでも年末は お雑煮をを作る配信をしようかなと思っててでも全然ママがもしかしたら作ってるかもしれないんですけど30日の30日とか31とか <coughs> そこら辺に鹿児島にピューンって帰れるかもしれなくてそうだからねそれまではあれなんですよレッスンがあるからね 鹿児島に帰ってからだといろいろできるんですけどそうだからねあれですね1月1日の元旦配信も鹿児島の家でやります鹿児島の家でっていうか鹿児島でしますそうだから鹿児島にいる時にね料理配信とかできたらだからお雑煮配信でいいかなと思ってるんですけどそうそうあのねばあちゃんのね私ばあちゃんって言ってるんですけどばあちゃんのね あのなんだっけ,ななんだっけあれあのさなんか甘いやつ大豆,なんか豆のやつなんだっけお餅入れて食べるやつなんだっけえっ、ー、となんだっけだし汁じゃなくて豚汁じゃなくてさ甘いやつなんだっけぜんざいぜんざいが食べたいお汁こお汁こな,なのかなぜんざいなのかなお汁こぜんざいみたいなお汁こなのかぜんざいどっちか分かんないんですけどそうなんかね本当に2年前のこの時期に。 この時期ってさ大体さレッスンとかかじゃないですかですレッスン行く時にねなんか一日だけ鹿児島に帰れるってなって私一日帰りたくてとてつもなくで一日帰るってなってでだからただ選択肢に鹿児島に帰ったんですね本当にもうね鹿児島滞在時間5時間とかのぐらいで帰った時があってその時にどうしてもばあちゃんのおしるこが食べたいってなってばあちゃんにタッパーに。 持ってきてもらって車の中で急いで食べたっていうのを覚えてます。あの時頑張ってたなぁ。洗濯のために鹿児島に帰るってさ、すごいよね。まあ、飛行機はさ取っていただけるからさ、あの時は取っていただけてたから帰ってたの帰ろうと思えば帰ってたんですけど懐かしい。懐かしい。 全然めっちゃ美味しいんですよ今日 TikTok 撮ろうかなカラコンすごくないこれなんかね失敗したのちょっとねすごいの買っちゃったそうえなんか TikTok さなんか音源でも最近さ私もなんか TikTok 覚え振り覚えれない体質でさなんか AKB の振りはさ覚えれるんだけどんかあいやなんか,か TikTok の手のなんかすごい細かい振りすごい覚えるの苦手でなんか最近ね なんかプライベートで撮った動画とかをつなげてそれを編集して投稿とかするんですけど結構なんか彼氏目線的な動画でいいのかなと思ってるんですけど皆さんどう思いますか <laughs> 高谷さんありがとうございますなんか最近出したあのバーベキューのウインナーの動画とかバーベキューしてる動画とかあれいいですかではなんか結構日常しれていいのかなとか思ったりしたけどやっぱ TikTok のもねでもかといって全部それ。 じゃなななななくてて結構んんだろうなあ,あんま出せてないなでもなんかメイクとかレッスンでできないなとかっていう日はそういうのを作ってポンってあげてたりとかでもこういうねお仕事でメイクしたとかっていう時はそのお仕事をあんまりポンって取ったりとかしてますあいい感じですか良かったです良きです最高良かったありがとうございますありがとう君がいてくれて本当よかった もう今日は眠すぎてテンションがおかしいだから TikTok 撮ってでお風呂ためたんでお風呂すぐ入って <laughs> 洗濯があるんだえー、あーでもお風呂の中で浴室乾燥をかけて寝ようそっちの方が楽なんかベランダとかさにいちいち干すのめんどくさいしさ寒いしだから ティックトック急いで撮ってもう私に一秒も自由の時間はないんだ今日は。寝る。もう本当に眠くて、なんかね、眠いを通り越しておかしくなった。なんか、ミンミンダハちゃん飲んだことあります皆さん。ミンミンダハ眠々ダハあれはなんていうのミンミンダハ。め聞きますね。なんか気持ちの問題なのかなあれ。コンビニとかにあるんです。なんか、ね、眠い時に飲むドリンクみたいな。はぁ、あ。 初めて飲んでさすがにこれはやばいもうね目がねこんななりながら電車に乗ってて最近そうでもチョコレートビーフー飲んだでも摂取しすぎるよねいいやつそうだからまずショールームが終わったら TikTok をすぐに撮ってでお風呂に入って洗濯物干してすぐ寝るもん、うん、って寝ます 初めてが一番効くいやそうだよねだってさ薬とかもじゃないですかなんか頭痛薬とか飲んでもさ初めての時がさすっごいパンって効いてさでもだんだんその作用に慣れ,慣れてきちゃってさもう最終的にはなんかねあんまり飲みすぎたら効かないらしい効かなくなっちゃうんだって体が慣れちゃってそれの重さの薬だったら効かなくなるから病院とかに行ってその頭痛薬とか腹痛薬とかっていう薬もらってその強いやつをね病院で処方せれる。 そうそう体勢がついちゃうまさとさんありがとうございますひげじいしんちゃん先生さんありがとうございますあ、そうそうメールも書かないとねありがとうございますメールもお待ちしてますすなしさんありがとうございますそうメールねなんかさ、なんか本当に私思春期だなと思うのがさなんかメールとかさ、なんだろう SNS とかこう書こうと思ってる時にね私ママに、ママにねママはさ、すっごいありがたいことになんかメールかい、メール書いて メール書いて「755やってインスタ更新してツイッター更新して」とかこ LINE で送ってきてくれたりする本当にそれはねすっごいいお母さんだと思うんですでも本当に思春期の時ってさ今多分私思春期ってか多分反抗期なんですけどなんかわがままでなんか言われてるのになんか言われたりやりたくなくなっちゃうんですよそう今やろうと思ったのにってなるんですよで今やろうと思ったのにと思ってうわってなって やりたくななってなるんですよでも絶対にね大人の考え方をすると後から「あああの時にママがやってくれてたのってやっとけばよかった」って絶対になるから私はちゃんとねママに言われたらすぐやってるんですけどてかもうね最近言われないでもやって「あやったよ」って返すのがすごい気持ちいい <laughs> なんかメール書いてると「あもう2通書いてるってやったら「おっ」ってなるからとか昨日のなんかスプあのフェスの時も「インスタ更新して」って言われたから「もう更新してるストーリー」ってやったら「おたら 多分なてってたと思うイエーイ私の感じです <laughs> そう、なんかそういうさ、競争良くないじゃいい、いい、いい、あれだね。いい競争ですよね、それは。雅俊さん、ありがとうございます。え、面白いありがとうございます。ビィナー、レイです。フカン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 って。そう、いや、本当に眠すぎてテンションおかしい。寝たい、早く。 だからショー,あのショールーム終わって何回言うのって話ですねショールーム終わったら最終もメール書こう TikTok 時間かかるからメール書いて TikTok 撮ってお風呂入って寝るもう秒で終わるっすあお風呂入って洗濯して寝る頑張ろうマっスさんありがとうございます 今ショールームやりながらメール書けばえそう。端末でねやってるんですよ。今そう。じゃあショールームはもうそろそろ終わりたいと思います。ちょうど4040 40分間できた。 13位、きよしさんありがとうございます。12位、ま俊さんありがとうございます。11位、天守閣さんありがとうございます。10位、チャチャさんありがとうございます。9位、まぼろしさんありがとうございます。8位、ぶきにゃんさんありがとうございます。7位、赤トップスさんありがとうございます。6位、YSA73 さんありがとうございます。5位、マックスさんありがとうございます。4位、ハウスありがとうございます。3位、セッキーさんありがとうございます。2位はワタボうさんありがとうございます。1位は、ウッホウフホさんです。ありがとうございます。洗濯機はね、もう回してるんですよ。だから多分ね、 配信始まる前にやったから、でぶも,もうあとちょっとできると思います。じゃあそれでは皆さん、あ本当にありがとうございます。本当にだって <laughs> ありがとうございました。バイバイおやすみなさい